民進党等から提示をされた19の文書のうち14の文書については前回の調査対象となった共有フォルダ以外の今回新たに調査対象とした共有フォルダまたは個人フォルダおよびメールボックスにおいて同趣旨の記述のある3つの文書を含め同内容の文書の存在が確認できましたが2つの文書については存在が確認できなかったとの調査結果が得られたものであります。なお3つの文書については法人の利益に関わるものであり慎重な対応が必要なことから現在のところ存否を含め明らかにできないところであります。また行政文書であっても政策の意思形成過程に関わるものであって行政機関間の率直な意見交換が不当に損なわれる等の恐れがあるもの個人のメモや備忘録については文書の情報は公開しないこととしていますが今回の追加調査は国民の声を真摯に受け止めて徹底した調査を行うという特例的な調査であることから文書の存否やその内容について通例とは異なる対応を行うとしたものであります。文部科学省においては今回徹底的な調査を行い以上のような調査結果を得たところです。前回調査はその時点において合理的な調査であったと考えるものの結果として前回調査の対象以外の共有フォルダにおいて文書の存在が確認されると前回確認できなかった文書の存在が明らかになったことは大変申し訳なく私としてもこの結果を真摯に受け止めているところでございます。すいません、最初のタイミングで7人の方の中で類似のものも含めて記憶があるあるいは心当たりがあるっておっしゃった方は一人もいなかったんですか。先ほど申しましたように前回の調査においてはいただいた文書について、これはまあもちろん存否あるいはどういう出所か経緯というのは分かりませんでしたけれども、それをお見せしながら、それについての、作成したかあるいは、それについて、共有したことがあるかということを聞きましたので、私どもの方から意図的に類似のものがあるかというような聞き方はしなかったところでございます。すいません、改めて聞きます。再調査、中身の調査はするんでしょうか。先ほど申しましたようにこれまでの、国民の声としては、その文書自身が存在するかどうかについて明らかにし、進めてほしいということでございます。中身については大臣申し上げましたように国会等で、答弁をさせていただきますしまた先ほど大臣から申し上げましたように、この特化戦略特区についての、私どもの行政の執行プロセスにおいては法律に基づきこれまでのルールに従って適正手続きに基づいてしっかりやってるということでございますのでその点については変わりはないわけでございますのでその中身について改めて調査するということについては今のところ考えられないんじゃないかと思っております。それで国民は納得しますか。先ほど申しましたようにまずはその中身は中身というかその存否を明らかにしその行政の手続きの中において進めていきますしまた国会のご議論もそうですしいろんな形での大臣あるいは副大臣のコメントの中においてその中身についてお答えをさせていただきますので引き続きそういう形でさせていきたいと思っております。今を見るとまさに今治ありきということになるんですが銃の指導についてこれ今治についてのですね今治ありきということになるんですがこれは国会の方面と違うんじゃないですか。今までありきというか、あるスケジュールについては、専門教育課の補佐、あるいは課長から、当時はいろんな形での、シミュレーション、スケジュールについての、ものを作っていたということでございます。その中において、今治につきましては、区域指定というのがされておりますので、当然その中で、それをベースにしたような形での記述はあるということでありますが、その時点において特定のところを前提にしたことではなくてむしろいろんな中においてのシミュレーションの一つだというふうに、聞いているところでございます。共産党なんですけど要はその